こちら、集まっていますけれども、今から、国葬させない女たちの会の、スタンディングアピールを始めたいと思います。国葬制定時を葬ろうということで今日、みんな集まってきました。たくさんの国葬に人が集まっていますのでここで、国葬を普通に止める、させないという、行動を、今ここで始めますのでぜひ聞いてきてください。そしてですねここをなるべく安全な場所に作っていきますので、セーファースペースの取り組みというのを、私たち、呼びかけています、もちろん皆さん人権に当たることも取り組んでいらっしゃる国葬反対している、ということで、もちろんこうお互い関係ありますが、その中でも気がつかない中で暴力差別がないようにお互い気合いながらやっていこうと思っておりますので、セーファースペースのポリシーを今読み上げようと思います。これ賛同していただける方ぜひここで参加していただきたいと思っています。じゃあセーファースペースのポリシー、国葬いらない女たちの国葬させない女たちの前では性別、性自認、性的指向、障害、外見、年齢、人種、民族、国籍、宗教、貧困など全ての人に敬意を払い暴力差別のないより安心できる場所に取り組みます。私たちはこのスタンディングの行動中また準備や後片付けにおいて性差別、人種差別、障害者差別、同性愛嫌悪、トランスフォビア、セックスワーカー差別、階級差別、国家主義を象徴する、国旗などを持ち込み、その他嫌悪差別暴力を示す内容の表現や行為が主催者を含む全ての参加者にあった場合それを指摘し合い改めて敬意を持って行動するよう求めそれでも聞いてもらえない場合は参加をお断りする場合があります。また警察による不当な介入も拒否します。それぞれの荷物はご自身で管理してください。コロナウイルス感染予防のため毎日の消毒を行います。マスクの着用もご協力お願いします。何か気になることがあれば主催者にお知らせください。より安心して安全に参加できる場を皆さんと一緒に作っていきたいと思います。これで賛同していただけるでしょうか。はい、じゃあそれでは早速ですね、アピールをお願いしたいと思います。今日の流れとしてはこのアピールがいくつかありまして 70くらいあります。8つくらいありまして、その後、歌があったりあとコールをみんなで上げて、約1時間くらい進めますので、ぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。早速ですが今日岡野弥生さんのメッセージを今日いただいています。それを代読したいと思います。よろしくお願いします。
住民派遣費裁判の原告でもあります。ではメッセージを代読します。ハレンチな差別内閣による安倍晋三の国葬に徹底して反対します。7月4日の安倍晋三元首相に対する襲撃事件は2012年12月以降96条選考会見に始まり、特別秘密保護法、安保法、森かけ桜、統計データ改ざん、その他立法、司法、行政の三権を揺るがし続けた不法政治に抗議してきた多くの市民に民主的な運動が否定された、あるいは台無しにされたような衝撃を与えたのではないでしょうか。安倍晋三は超法規的な行動によって憲政史上最長の在任期間を手にしたのだと私は考えています。憲法を嘲笑う発言もそうですが、そもそも自民党総裁の任期は2年まで、それを自らの在任期間中に変更し自らに適用するという公正な手続きさえ無視することで安倍は手に入れました。今市民の目に明らかになったのは、選挙に強いと言われた安倍政権がメディア支配だけでなく反社会的な集団と手を組んでその力を手にしてきたことです。私は安倍政権と戦うと同時にもはや底なしの、もはや底なしのハレンチ人事ともいえる杉田水脈議員に日本軍慰安婦問題の研究ゆえに捏造あるいは研究費の不正流用と誹謗中傷を受け、現在大阪高等裁判所に名誉毀損で杉田議員を訴えています。言うまでもなく彼女の歴史修正主義的思想とジェンダー平等やマイノリティの権利に対する敵視に目をつけ彼女を厚遇したのは安倍晋三に他なりません。その杉田を政務官に大抜擢し、差別主義者を法の下に従い万人に公平な制度執行を行うべき行政に送り込み、さらなる差別を助長するかのような岸田政権は安倍政治を継承しているだけではありません。岸田政権が目論むのは私たち市民を無力感で試し、日本の政治を差別の温床にしようとする、いや差別こそが政治であり差別こそが権力であると威嚇し、政治家を祀るために市民に犠牲を強いる政治体制の確立です。その意味で国葬は絶対に阻止しなければなりません。私たち市民が決して無力ではないことを今こそ全力を挙げて示していきましょう。今日は皆さんとご一緒できないことは残念ですが、京都から心からの連帯の意をお送りします。ということで岡野弥生さんのメッセージでした。ありがとうございました。続いて、三輪正代さん、朝鮮学校無償化会の問題についてお聞かせいただきます。よろしくお願いします。
あのこれで解放されたってなった時にもういっぱい学校ができたんです。子どもたちを日本で生活してもちゃんと言葉が獲得できるようにさせたいと思う親たちが作りまして、500校から600校っていうすごい数の実践学校ができたんですね。ところがそれが何と言ったらいいか、もう3年後にはその学校をそのものを認めないというふうにその国は決めました。でその理由は何かって言ったら、要するに日本語で勉強するんだったら日本の学校に入りたいんだったらいくらでも入れてあるよと、全くどこの国籍の人でも構わない、だけれども朝鮮語をベースにして勉強するという学校は日本の学校にはないというのがこの国のやり方になっていったわけです。でその学校が認められていると言っても、今60校ぐらいあると言いましたけれども、それらの学校はどう認められてるかって言ったら、各種学校なんですね。各種学校、いわゆる学校ではの中からははみ出させられる。そうするといろんな支援というか、それから税金から何らかの形で還元するといったようなことから追い出されてしまうというのが朝鮮学校の現実です。でそれで、まあ、それはもう一つのこととして、日本の学校教育費が高すぎるっていうことで、小学校中学校は無償だけれども高校からは有償でしたよね。それでそれが国連で非常に問題にされまして、それで高校無償化というのが始まったわけです。高校の授業料をタダにしますよと。ただし朝鮮学校は入っていません。なぜなら各種学校だから。で各種学校の方がいいっていうのがあるわけですよね。なんでかって言ったら、日本語の教科書で勉強しなければ学校じゃないからというふうに、非常に狭い差別的な、もう山ほどの差別に囲まれている状況に、今日本で暮らす在日の人たちの生活があるんだと、しっかり頭に入れておいていただけるとありがたいと思います。今現実にあるその63校ほどほどある朝鮮学校の卒業した生徒たちはもうすでに11万人、ものすごくたくさんの人がいるんですよね。でその人たちと私たちは一緒にちゃんと一緒に生活をしていきたい、そういった時にそのような学校の扱い方ということを変えていきたいというのが、私たちその朝鮮学校差別に反対する会のメンバーの、お聞きになって思うあるかもしれません。まず学生の定義が変えなかったっていう話がずっとありました。なぜなら学校じゃないから。それからいろんなスポーツ大会なんかにも参加をさせないというようなこともありました。でそれらを一つ一つ変えていったというのが私たちの歴史なわけです。それが2010年に高校無償化の問題というのが国連からの激しい批判を受けてやるようになった。ところがそれをあっという間に安倍さんが就任した2日後にダメって言ったんですね。理由はなんで朝鮮学校だけ除外するのか
その理由っていうのが拉致問題といったようなことを取り上げて言ってくる。でそういったひどい差別を進んで広げるような人をなんで私たちが国葬にしなきゃいけないかということを強く思っています。どうぞよろしく。ありがとうございました。続いてジャーナリストの竹信美恵子さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。安倍さんの業績っていうか、まあ、国葬の理由として内政外交で業績があったからっていうふうに言われているんですけど、これほど間違った見解はないと思います。でその典型例が男女平等とか、まあ、ジェンダーと言われている問題だと思います。安倍さんというと女性活躍してちゃんとやった人じゃないのとか、それから先日もネットを見ていたら若い男性の研究者の方かと思いますけれども、統一教会がやったことか票を集めただけで統一教会の言うことは別に安倍さんは聞いてないっていう、そういうことを言っているんですね。でなぜかというとっていう理由、その理由が、その夫婦別姓にもちゃんとやったし夫婦別姓もちゃんとやったし男女共同参画もちゃんとやったって書いてあって、おー、こんなに人々は騙されているんだっていうか、もう本当に統一教会並みのマインドコントロールで、みんな忘れちゃってた、頭がおかしくなっちゃってたっていうことがよくわかります。でそれがどうして変かっていうことを、まず私のような一定の年齢層の人間はよく知っていると思いますが、若い方はもう覚えてもいないし知らないんですよね。で何があったかというと、1995年北京女性会議があって、その後、女性の勢いが非常に盛り上がってですね、日本ももう変わらなきゃいけないって言って夫婦別姓も、民法改正法案要項ができ、でそれがあっという間に、その日本会議などの運動によって押し殺されていくっていう経過があったのは知ってる人は知ってると思います。でそれが1996年ぐらいの段階ですね。その中心になっていたのが安倍さんなんですよね。でその後に性教育とか、それから、そのジェンダーフリーと称して言って男女平等を抑圧していくというためのプロジェクトチームを組んで、なんと養護学校できちんとやっていた性教育にまで、セガの議員が踏み込んでですね、それを、抑圧した。でその結果何が起きたかっていうと、学校の先生たちは若い人に聞くと、DV とかデート DV とかよく知らなくて、こんなことがあったんです、もっと早く知りたかったっていうふうに言ってるんですよ。でなんでよく知らなかったかっていうと、その期間から学校ではちゃんとした性教育にちょっと引けてしまった時期が続いて、そのことあんまり知らない人たちが結構今先生になったりしていて、それが今ようやくデート DV とかの話を聞いて、あ、そういうことや知ってればよかったって言ってる。それぐらい大きな被害があることをやった人なんですよ、実を言うと。で私は彼が第二次安倍政権で、女性活躍って言い始めたので、あれちゃんと収支がいくのかなって一瞬私もマインドコントロールで引っかかりそうになり、どうだったんだろうって思って見ていったら、全くやっぱり違っていたというか変わっていませんでした。どう変わっていなかったかっていうと、夫婦別姓と称しているものに通称別姓という利的なるものをくっつけ、戸籍は絶対変えないで男性中心型の戸籍は維持する、その言い訳維持のために通称だけは使っていいよという人をバカにした別姓制度を持ってきて、ちゃんと夫婦別姓やってますみたいなことを言っちゃうんですね。もう本当ダミーの連続、そうやって未的なるものを次々繰り出してきて、本質的なところの平等を損なっていったっていうのは安倍さんの手法なんですね。だからその人みたいに、ちゃんとやってるみたいなことをみんな錯覚しちゃうわけじゃないですか。トリック、詐欺、その連続なんだっていうことなんですね。で女性活躍というものも本当に活躍させてもらえるのかと思ったら、まず、活躍と言ったけど保育園が全然足りなくって待機児童が出まくる、みんな賃金下がっていきますから、女の人は働かないとそもそも家庭がやっていけないし、
非正規でも何でも出ていくわけですよ。それで安倍さんが政権について大臣になってから3割台だった非正規はなんと4割近くまでどんどん上がっていきます。で賃金ほとんど上がってません。でそういう中で働かなきゃいけないと言って働き始めていくと今度は保育園が全然ちゃんとできていなくてそれで待機児童が出てくる。そうするとつい気がついた人女の人が怒って、保育園落ちた、日本死ねという非常に印象的な率直な意見をネット上で公開していきます。そうするとそれに対して、それはどのように意見が勝っているか知りませんがネット上でどんどん抑圧が入ってきて今ほとんど出なくなっている。いろんなところで日本死ねのことを書こうとするとちょっとそれはもう昔の話だから書かなくてもいいでしょうとか言ってどけられちゃったりする人が出てきてるんですね。それぐらいもどこもかしこも手を回してマインドコントロールをやりまくってたから物も見えなくなっちゃったわけです。でそういう形で、保育園が足りなくてみんな死ぬ思いをする。そうすると次何したか分かります？足りなかった分を、民営化すると言って自分の息のかかった人たちに会社をやらせて税金をつぎ込ん で調べてみたらその税金が理事長の方にバンバン入って保育士に行ってることが問題になってるわけです。でしかもそのようにしてために保育園の状況が非常に悪くなりご存知のように子供がどんどん死んでる。手が足りないから人手が足りなくて保育士の配置基準が少なくて子供がどんどん死んでっているっていうのが最近の起きてるところですよ。これがどこが女性活躍なんでしょうか。そのようにジェンダーをごまかしいろんな偽装をしながら自分はやってますよと言いながら昔と同じ男女平等抑圧と女性に金を出さないという政治をやり続けその結果女性の負担はどんどん高まっているっていうのが実態なんですよ。そういうようなことを見ていくと安倍さんが成果があったとか女性活躍をさせたとか夫婦別姓をやったとかもっともっとない形に、嘘が嘘に塗り重ねられそして未だに私たちの頭の中にそれがこびりついているという怖い状況が続いているということです。で国葬っていうのはそれを全部塗り固めて嘘を固めてそしてあれは立派な人だったんだというふうに人々に印象操作をする最後の大嘘です。そういうようなことをもし許してしまったら国葬という名前で、その嘘が全部本当のことみたいに流通していって歴史が塗り替えられてしまうというすごく怖い瀬戸際に至っているということですよね。でみんなそれだんだん分かってきたんですよ。国葬を通じてよく考えてみたらほとんどあれ嘘だったことだったじゃんとかです。ダミーだったとかフェイクだったとかそれから、マインドコントロールだったっていうのはだんだん実態に即して見ていくとバレてきている。それがジェンダーでも男女でも今徐々に出てきているっていう状況の段階です。でここで国葬をやらせてしまうとそのせっかくの流れがまた押し戻されてしまう恐れがあるすごく怖い状況です。じゃあなんでそういうことをみんながこれだけ反対しているのに岸田さんが強行しようとしているか。これは簡単ですよね。オリンピックで強行したらみんながその時のことをすっかり今忘れてしまっていてあれだけ反対したのにそれで、やっちゃえば要人がいっぱい来てみんなよかった日本は素晴らしいというふうになんとなくまた錯覚を起こして忘れてくれる。五輪はそれは成功したって彼は思ってるわけです。だから、やめないでやっちまえば要するにみんなまた日本国葬も成功して要人が来てやってよかったって思ってくれるといいなっていうふうに思ってるから強行するわけですね。なのでこれを止めないとまた同じことされる。もう国民は舐められてるんですよ。忘れてはいけない。必ずやり返さなくてはいけない。どこまで止めないと同じことを何度もやられてどうせやっちまえばあいつらが忘れてくれてよかったと言ってくれるなアホなやつらだからっていうふうに舐められてるのが国会で話してる顔を見てもよくわかるじゃないですか。というようなことを考えるとこれからの平等を進めていく上で今が踏めどころです。でしかも日本は1990年代のうねりをそのようにして安倍さんを中心にした政治家または宗教が宗教団体に伝えてしまったのでその後もずっと何も起きてない。何も変わらないでまんま来てるからどんどんジェンダーギャップ指数が落ちていくわけです。
何にもやらなきゃ落ちる、それどころか悪いことしてますと落ちていくわけですよ。でそれとさらにまずいのは、女性が気持ちよく働けなければ経済は良くならない。サービス産業化してるだけだし、労働力人口も減ってるんですよ。それなのに90年代半ばから2000年第1次安倍政権、あの頃に止め、そしてそれを第2次安倍政権で上乗りした。そのために全く日本の経済は流れてないんですよ。で相方そこは仕事、女は、仕事と家事と育児で、国はそれに金出さない。でみんなものすごく困っている。ちゃんと働けない、子供は死んでいく、こういうような状況が来たまんま何にも変わらない。このままでは失われた20年どころか30年40年も没落ですよ。本当のもうすでに没落してますけどね。なので私たちはここで止めることが私たちの暮らしを良くすることにつながります。止めましょう。まともなジェンダー情報をやりましょう。ということで僕は反対です。ありがとうございました。絶対止めよう。皆さん、今日も手作りの、プラカードをいっぱい持ってきてくれてる、ありがとうございます。ちょっと上げてみてください。素晴らしい。これぜひね、通ってる人たちに見てもらいましょう。時々休みながらで、ぜひプラカード外の人たちに見せてください。かなりいい風景ですね、これ新宿の中で。素晴らしい。はい、あと何か気になることがあればスタッフの方に声かけてください。スタッフちょっと手を挙げてもらえますか、ね、誰かわからないので、はい、ここにいますので何か気になることがあれば、何でもいいです。皆さんで安心できる場所を作っていきましょう。続きます。続いて、羽生由紀さんから、フェミニズムと、クイアの立場から、アピールお願いします。よろしくお願いします。はい、聞こえますでしょうか。国葬に、かかる16億円を超える莫大な費用や、安倍元首相の旧統一教会との関係、国葬の法的根拠など、これまで主流メディアにおいてさえ、聞こえますか、ちなみに大丈夫です。はい、国葬の実施について多くの問題点が指摘されてきました。そういったことを問いただすのはもちろん必要なんですけれども、私は今日フェミニスト哲学とクイアスタディーズを学ぶ人として、あまりその主流のメディアでは取り上げられていないけれども、でもちゃんと問わなきゃダメだよっていうふうに思われるようなことを2点に絞ってお話しすることで国葬反対を訴えたいと思います。1つ目は、原則的で哲学的って言ってもいい点なんですけれども、安倍元首相に限らず、またその金銭とか法的規制とかとも関係なく、そもそも国葬という制度、国が主体となって、特定の死者を弔うという制度の問題点です。この点をですね、考えるにあたってちょっと遠回りになるかもしれないんですけれども、異性の論理を、参考に考えてみたいと思います。異性です。規制の論理っていう概念を用いたのは、実は私の哲学の先生なんですけれども、先生の議論を私なりに乱闘にまとめると次のようなものになります。規制、永久と、サクリファイスなんですけれども、この、サクリファイスっていうのは語源的には何かを尊い聖なるものにするっていうことで、生贄を捧げることによって、その生贄を聖なるものにして、同時にそのような行為をする人たちとか共同体っていうものを聖なるものにするっていうものなんですね。で、異っていうのは、そういう、ごめんなさい、要するに何かっていうと、何かとても血なまぐさいことを行いつつ、それを正当化することによって、その犠牲を払う人々が自らを清らかな存在として認めていく、そういうような不思議なプロセスなんですね。で、そしてこの犠牲の問題は、コミュニティの立ち上げと安定を図っ
測るっていうその性質上を国家にとって欠かすことのできないものでした。私の先生の議論に再度意気をすると、そのような国家と犠牲の問題が日本で最も明白に、見取れるのがマイクなしで喋ったら聞こえませんね。すいません、国家と犠牲の問題が日本で最も明白に見て取れるのが靖国問題です。こっちにちょっと書きましたけれども、靖国問題です。つまり、兵士を犠牲として国のために戦った尊い存在として国家が検証する一方で、兵士の死という凄惨な事実も、さらにはその日本がアジア太平洋戦争を戦争で行ってきた残虐な行為も不問に付される、というかその責任の所在から目を背けることができて、日本っていう共同体が生存されるんですね。でもちろんですね、安倍さんは兵隊のように国家に殺されたわけではありませんけれど、私が問うてみたいのは、そもそもある人の凄惨な死を国家が意味付けすること、またそのように尊ぶこと、聖なるものにすることで国家の現在の問題点が不問に付されるようになるっていう、そのプロセスです。で実際岸田首相は安倍氏を追悼することで、ちょっと引用しますと、我が国は暴力に屈せず民主主義を断固として守り抜くという決意を示すっていうふうに言ってるんですけれども、これはあたかも日本の民主主義がこれまでは正常に機能していたかのような理想化を含意しています。けれども、とりわけ安倍政権下では森かけ桜はじめとして民主主義的な政治運営を保護にすることが平然と行われてきました。また暴力に屈せずっていうふうに言ってますけれども、日本という国家自体が行使してきた暴力、例えば安倍さんへのヤジの排除とか、さまざまな市民活動の弾圧、沖縄への基地の固定化など、これもまたこれらもまた民主主義を危うくするものであるにもかかわらず、その不当性が問われないままです。岸田首相がある意味ではその暴力的に個人の死を国家単位で意味付けすることによって、またそういうふうな国家による検証の問題を多くの日本国民が不通りすることによって、国家としての日本の血なまぐさい現実が見えなくなってしまうと思います。その意味で私は安倍氏の国葬に反対するのみならず、国葬という制度、さらには靖国を典型とした犠牲の論議に反対します。でただこれだけですと、なんかすごく左翼男性みたいですごく嫌なので、国葬っていうその正当化、具体的には日本っていう国のあり方と安倍政権の正当化において問われなくなる現実の一端について、フェミニストとしてクイアとしての人として注目したいです。注目するべきがもちろん女性活躍です。女性活躍っていう、そういううさんくささ満載の政策です。これはその女性差別の撤廃を掲げるんじゃなくて、おそらくそれを温存したままの活躍を押し付けているわけでして、もちろんフェミニストたちは第二次安倍政権でこの政策が打ち出されて間もない時からこの政策に、異議を呈してきました。でそもそも安倍氏は日本軍慰安婦の強制性を否認したり、先進的な性教育の取り組みをぶち壊したりしてきたんですから、全くどの口が言っているのかというふうに問わざるを得ません。また仮に女性活躍がその女性の社会進出や地位向上に貢献するとしても、政策が念頭に置く女性の内実と活躍の内実が問われればならないと思います。実際女性の貧困がほぼ放置されていることからも分かる通り、女性の社会進出っていうことで主にその専業主婦の労働市場への復帰っていうことを意図する政策っていうのは、そもそも、夫婦共働きでもきつい生活の人々や一人で生き抜いている女性たちの貧困の状況を見落としがちです。またその政策のターゲットとなっている中流階級の女性にとってさえ、やはりこの政策っていうのはさほど魅力的ではないっていうふうに言えると思います。
というのも現在の社会では依然として女性への家事労働、ケア労働の押し付けが蔓延しているからであり、女性は職場でも家庭でも労働付けにされてしまっているからです。そしてこのような状況を引き起こす一つのキーワードとなるのが伝統的家族とか伝統的家庭というふうなまやかしです。でこのまやかしの押し付けにおいては、家父長の管理に置かれる女性たちはもちろんのこと、性的マイノリティも苦しめられてきました。私はですね、実は地元の自治体の方で結婚とは異なるパートナーシップ制度の導入に向けた運動に関わっていますが、パートナーシップ制度を認めると家族が壊れる、家庭が壊れるっていうふうな反対派の言い分を目にするたびに、驚きを禁じ得ません。実際には現在のしがらみの多い、結婚制度とはその別の方法で多様な家族の生活を保障することで幸せな家庭をむしろ増やすことにができるかもしれないのに、伝統的家庭、家族、家庭の信奉者はそのあり得るはずの家庭を勝手に潰しているのです。そしてこのような伝統的家族家庭の押し付けに積極的に加担していたのが世界平和統一家庭連合等の密接な関係が伺われている安倍氏であることはご存知の通りです。もちろん今挙げたことの他にもその安倍の政権のみのせいじゃないんですけれども、見過ごされてきた女性差別ってもう限りがありません。基地の危険に苦しむ沖縄の女性たちの問題、また大会の損地などは、その一端です。本当で女性活躍のアリバイの下で今も続くその女性差別っていうのは本当に数え切れません。またそのコロナ禍っていう状況により、その先ほどちょっと言ってたその女性の貧困とかの、いくつかの、 その女性差別の状況っていうのが悪化しているっていうのも、ご存知の通りです。でこのような状況下のでの国葬遂行は安倍氏の政策の検証を困難にし、またそのようにすることで、犠牲の論理とかみ合いながら現在の日本を現状以上に美化し清らかに見せかけていくことでしょう。で拡張性国家のあらゆる形の暴力も認めないという気持ちを込めて最後にこう言ってみたいと思います。国葬をやめて拡張性を葬れ。多くの女性たちの声が国葬支持につながればいいなと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。では続いて、またメッセージの方をいただいています。松尾壮さんから今日は来れないんですけれども、メッセージをいただきましたので、代読で、紹介させていただきたいと思います。代読させていただきます。国葬反対のメッセージ。一般社団法人フェア代表の松岡壮氏と申します。普段私はゲイであることをオープンにして性的マイノリティに関する情報を発信しています。残念ながら所用がありデモには参加できませんでしたが、メッセージを寄せる機会をいただきました。ありがとうございます。私は安倍元総理の元首相の国葬に反対します。多くの人が指摘しているように憲法が保障する思想、良心、表現の自由を侵害し法治主義に反するからです。今政府がすべきは安倍元首相への弔いを市民に強制することではありません。むしろ政治の不作為によって名前も知らず弔われることもなく亡くなっていった市民一人一人の命にこそ目を向けるべきではないでしょうか。私は性的マイノリティ当事者の一人です。日本では性的マイノリティに対する差別や偏見が放置され続け、昨年は LGBT の理解増進法すら国会には提出されませんでした。報道ではこれは闘争だと言って法案を絶対に通さないように執行部に圧力をかけたのが安倍元首相だと言われています。安倍元首相から後押しされていた
杉田水脈議員の括弧 LGBT は生産性がない発言をはじめ、特に自民党議員の差別発言が毎年のように炎上しています。こうした政治家の差別発言、明らかにそのタグが外れていったのが安倍政権下でした。今ではむしろ杉田議員が総務大臣政務官になったように、差別発言で出世できてしまうような状況です。今年の6月、新党政治連盟国会議員懇談会では、過去同性愛は精神疾患で依存症など、事実誤認の差別的なセンスが配布されました。この議員連盟の会長は安倍元首相でした。性的マイノリティの自死未遂の割合は多数派の人よりも6倍から10倍高いというデータもあります。マイノリティの命が失われています。その責任はどこにあるのでしょうか。これはもちろん性的マイノリティだけの話ではありません。2000年代男女共同参画の動きに反対するバックラッシュの終戦法が安倍元首相でした。過激な性教育やジェンダーフリーを考えるなどと、子どもたちの心や体の健康、命を守るためにこそ必要な性教育やジェンダー平等が攻撃されてきました。性暴力の被害、予期せぬ妊娠の問題、ジェンダーやセクシャリティに関する差別や偏見、性と健康に関する健康や権利が侵害され、そして失われていった多くの命があります。その責任はどこにあるのでしょうか。私は安倍元首相が国葬に値するとは到底思えません。岸田首相は弔意の表明の協力は呼びかけないと言っています。ではなぜ内閣自民党合同葬ではダメなのでしょうか。マイノリティの命や尊厳を貶めてきた責任を覆い隠すような行為はやめてください。国葬を閣議決定してしまうようなプロセスも含め、法治主義を壊すこじつけのような理屈で弔いを強制することはすべきではありません。改めて言いたいと思います。私は安倍元首相の国葬に反対です。ありがとうございました。松岡宗嗣さんのメッセージでした。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、ワンの池田、ゆり子さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私は西早稲田にあるワンアクティブミュージアム女たちの戦争と平和資料館を仲間さんと一緒にやっております。池田恵理子です。慰安問題をずっともうこの30年間やってきた、ところから、安倍元首相がどれだけ犯罪的なことをしてきたのかっていうのがあまりにもたくさんあって、でもう国葬をするなんてもう絶対に反対だという、そういう気持ちでここにやってまいりました。で彼は長期政権の中でのさまざまな犯罪的なことや、嘘118回も喋ったと言ったりと言われたりとかさまざまあるんですけれども、慰安問題でいうと、政治家になった、初めの頃からもすでに動き出しているんですね。で1993年に政治家になったわけですけれども、1997年には日本の全土と歴史教育を考える若手議員の会というのを立ち上げて、その事務局長になりました。でそれは何をやったかというと、その前年にですね、中学校の歴史教科書の中に慰安婦という言葉が全ての教科書に載ってしまったというのに、怒ってですね、なんとかそれをなくさせよう、そして歴史修正主義の人々とか有機団体と一緒にですね、教科書会社叩きを始めたわけです。で1991年に慰安婦の被害者が初めて、名乗りを上げて、そして、
で日本政府を訴える裁判をやる、日本政府ちゃんとした対応をしないの でそこで国際的な世論も、政府を批判するし、女性運動も盛り上がっていく、そういう中で、この官房長官談話では強制性を認めて謝罪ということをしましたけれども、政府はその対応はきちんとはしてなかった。で、そういう盛り上がりの中で、教科書に載ったわけですけれども、それを潰そうとして必死になってやって、で結局2006年には教科書から慰安婦が消えちゃうわけですよね。でこれは教科書教育の問題だけではなかったんです。で私は、当時はNHK で番組ディレクターやってまして、教育テレビで1996年まではですね、慰安婦をテーマにした番組8本作ってましたけど、97年以降は一本も作れなくなっちゃった。提案しても通らないわけです。でそれが、もう本当に困ってしまって、結局二足のわらじで市民運動もその同時に始めるようになったんですけれども、その空振りが分かったのは、その裏に安倍元首相らがいるということが分かったのが2000年の女性国際審判法廷でした。でこれ私は自己委員会の中で一人としてやってたんですけれども、この時にそれを取材ずっとしてた ETV2001 というですね、教育テレビの番組の、これはとても優秀なグループが取材してたんですけれども、出た放送を見たら散々たるあまりにもひどい番組だったんです。で私たち怒り狂っちゃって、ともかく NHK を裁判に訴えました。でその裁判やってるその、東京高裁の最中にですね、 NHK のその当時の番組のデスクが内部告発をして実情を暴露しました。で、番組を作る最後の段階に来た時に安倍議員たちによってですね、政治介入を受けて、そしてあんな番組になっちゃったっていうのを全部喋っちゃった。で、ですから高裁で私たち勝訴しました。最高裁はひどい判決で負けたんですけれども、でもその裁判の過程で一体その政治家たちがどのようにメディアを介入して、そしてこういろんなことを改ざんさせるのかっていうことの全貌が見えてしまった。ということでは非常に大きな事件だったんですね。でこれはこの時だけで終わればもうあれ、だったんですけれども、そんなことにはいかず、あとをずっと見ていくと同じようなことをですね、今度はもちろん NHK は安倍チャンネルなんて言われるくらいに完全に忖度のメディアになっちゃいましたけれども、他の民放とか新聞社などもやはり似たような形で介入されていく、もう本当に忖度と自主規制、自己規制っていう、そのことばかりになっていく。それは今に至るまで変わってないということで、このメディアを劣化させていった、でそれが全体社会を劣化させていった、その張本人であるなということを強く思います。でよくファシズム政権というのは教育と報道を抑えれば国民を完全にマインドコントロールできるからそれをやるんだって言われてますけれども、まさに安倍元首相がやったのはそういうことだったんですね。でその私たちがずっとやっている間、彼の長期政権の中でも散々 もっとひどいことを、慰安問題に限らずもさまざまありました。だけど慰安問題もまさにその中に十分一つとしてやられていて、2015年には日韓合意が成立したって言って、でそれは日本と韓国の、政府同士が談合して、これでもう解決で手を打ちましょうなんていうことを言っただけなんですけれども、その実際にはその内容、その報道された内容を見ると全く政府が言うのと同じことを各メディアが伝える。でもうこれで全部終わりだっていう感じになると、慰安婦に対する一般の人々の関心とか注目というのはどんどん薄れていっちゃうわけですけれども、そんなことは絶対ない、これは被害者そんなこと全然受け入れてないのに、そういう言いくるめられ方をしてしまう。そして、実際またその後にもですね、韓国で日本大使館前の少女像の慰安婦のシンボルのような像があるんですけども、それが
韓国の中だけじゃなくてアメリカとかヨーロッパとかにどんどん増殖していくと、なんとかそれをやめさせようと外務省とか各国大使館がまたそれを潰そうと撤廃させようとする。で、私たちの方でもアジアの国々の被害国と一緒になってユネスコに記録遺産として被害者の声をですね登録したんですけど、それをやめさせるために日本政府はこの手を使ってどんどんいろいろ妨害するものですから、まだ金ざらしのままで申請は通っていない、そういうのがこう今に至って伝わってる、続けてるわけですよね。それで慰安問題だけのままにしたいっていうそういうことだけでやってきていることを考えても、こんなことをやっている、そんな犯罪的なことをしているした人をですね国葬にするなんてまっぴらごめんです。そんなことは絶対に許せない。なんとかみんなで頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。アピール最後になります。松井南穂さん、安保法制廃止を目指す中尾のアピール実行委員会の方から、お願いします。皆さんこんにちは。私は安保法制の廃止を目指す中野アピールから今日は来させていただきました、松井南穂と申します。私たちのグループは7年前の国会前の大運動の中強行採決された安保法制、あの時に国会前ばかりじゃダメだ、地元で訴えないと足元からやっていかなきゃいけないということで中野北口に月に2回立ってきました。そしてチラシも作り、そこで訴えたのは安倍政権に対する批判です。一つ毎月毎月安倍政権に対する批判、新しいものがどんどん出てきました。安倍政権はどんどん問題を露呈して、私たちはそれに対して一つ一つ訴えていきました。だからあんな安倍元首相を国葬にするなんて本当に大間違いです。私たちはこの中野アピールは国葬反対に今一色でやっています。そして、私たちはこういう中野区に対して要望書を出しました。安倍元首相の国葬が行われた場合、学校等へ弔意の強制につながる通知等を出さないでください。とても簡単なものなんでちょっと読ませていただきます。要望事項、弔意の強制につながる通知等を出さないでください。また国葬に際して中野区がどんな方針で対処するかを区のホームページで明らかにしてください。理由、そもそも人の死を悼むのは自発的な気持ちからの問題であり強制するものではありません。中野区は7月の、安倍元首相の葬儀に区役所で半旗を掲げたと聞いています。掲げたんです。それで9月27日予定されている国葬に際して中野区内各施設に通知を出すこと、例えば強制するものではないとしても憲法教育基本法に抵触します。憲法第19条、思想及び良心の自由はこれは犯してならない、犯してはならないに反します。そして学校での反旗が掲揚されれば安倍元首相は偉い人という価値観が子どもに刷り込まれてしまいます。これは特定の政党の支持、またはこれに反対するための政治教育、その他政治的活動としてつながる行為を禁止している教育基本法の第14条第2項に反します。国民の多くは国葬に反対と世論調査の結果が出ていますが、中野区として
してどう対処するかを区民は知りたいと思っています。しっかりと公表してください。このような簡単なものなんですけど、まだ中野区長は何も、態度を表明していません。世田谷の区長、世田谷の区長はこの間記者会見の中で特段の行為をしないと、何もしないということをはっきりしました。それからもう一つ、多摩市の安倍市長、あの人も安倍ですね、安倍市長さんも、私はしないと、要請するようなことはしないと表明しました。皆さんも東京都の方たちだけじゃなく全国津々浦の自治体に対して簡単でもいいですけど弔意の強制をしない、してほしくないということを意思表明していただきたい。これは個人でもいいと思います、小さなグループでもいいと思います。そういうふうにちゃんと意思表明することはとても大事なことだと思います。これ私たちこれを出したことで中野区長がどういうふうな態度を示すか、そのことを見守りたいと思っています。中野区長は私たち市民が推して区長になった人なので信頼はしてます。だけどどういうふうにするかっていうのは分かりません。だからそこのところをしっかり見守っていきたいと思います。皆さんも一緒に足並みを揃えてこういうものを出していきませんか。よろしくお願いします。私が勝ちました。 ありがとうございました。一人一人のやっぱり声が届く、届きます。声を上げていきましょう。そして今日もう一度プラカードをぜひ見せてください。鶴屋の皆さん、今国葬私たちは反対しております。このプラカードのメッセージ掲げています。ぜひぜひ見て、皆さんも各自治体に呼びかけたり、近所の人に話しかけたり、してみてはどうでしょうか。よろしくお願いします。アピール以上になりますが、最後、最後というか次音楽歌と、ありまして、あと最後コールになって終わります。ぜひぜひ10分ぐらい、石原さんと舘野さん、よろしくお願いします。皆さんぜひぜひ歌の間、フィールお願いします。はい、一言ちょっと言いたいと思ったんですけど、いいとも言われてるんですが、私は国立市で、女性支援の NPO にいます。でそこの代表遠藤よし子がいつも言うんですが、家庭ほど恐ろしい場所はない、家庭は密室です。そしてその中で拡張的考え方のもとに日々虐待が行われている、そこから逃げてくる人を支援している活動をしています。はい、で私は安倍政権、安倍の一番不愉快だったのはやっぱり何といっても性教育罰、本当にああいうことで、女性が生き生きと嫌える社会が起こしてきた、そんな人を国葬を飛んでもらえると思います。歌は夜道を開くに歩きたいという替え歌です。夜道を開くに歩きたい、夜道を開くに歩きたい、夜道を開くに歩きたい、だから男は早めに帰りなさい。歩き緑の山手線、噂通りの時間で、Thank you.
心配なのでちょっと距離を取りながら、外なので、マスク皆さんしていただいているので、コールをしっかり上げて終わりたいと思います。今日なんと参加人数、120人来てくださいました。ありがとうございます。全然まだまだたくさん、今日来られなかった方もいらっしゃると思います。なので引き続きまだまだ国葬を、しようとしてますので、引き続き声を上げていきたいと思います。ではコールをお願いします。はい、では皆さんで声出していきましょう。国葬させない、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 国葬政治を葬ろう、
安倍の悪政美化するな。安倍の悪政美化するな。安倍の悪政美化するな。歴史の改ざん許さない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 。政治の私物化許さない。政治の私物化許さない。国葬させ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 ない。差別しながら活用するな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 。私の体に口出しするな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 。家族の形を勝手に決めるな。家族の形